さあ来るか。はい、レディー押して。一回ラグチェックあるんですよね。ラグチェックありますよ。はい、ウルさんレディー押して。だからチャットのみんな焦んなよ、まだまだ。ウルさんレディー押してほしい。お前らトイレ行ったか。トイレ行かなかったらちゃんとタオルパンツ脱いでおけよ。レディー押して。絶対漏らすからなお前ら。ウリオさんにレディー、はい、ウリオさんレディー押しました。マコトさんスタート押してください。来たぞお前ら。まだまだか。まだまだだぞ。まあお互いね結構細かい、まあバイブは当然目押しキャラですけども、バルログもコパンコパンとかね、目押しつながるか確認重要ですんで。そうですね。ウルコンの方はどっちが気になりますね。ウルコン多分、まあウリオくんはまあ今までのやつで多分新ウルコンじゃないかな。誠さん、まあ、ラストタイム、まあ、そうだ。あ、変えてきましたね。やっぱそうだ。スフレンディットクロー、名前かっけんだ。スフレンディットクローかっこいいね。ボリュームちょうどいいですかね。ボリュームの確認も今のうちにお願いします。 OK かな。ゲーム音も含めて見てください。大丈夫大丈夫みんな。はい、 OK。 The final has begun。はい、ゲームは小さい。まあでも OK って言ってる人多いから多分大丈夫です。ゲームも若干小さいかな。若干見よっか。はい、ゲームも少し小さいということで、ああもう OK だ、間違えた。これぐらい。はい、じゃあこれぐらいでいきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、確認してください。はい、もうすぐあれですよ、ビジョンの方も配信あります。ビジョンの方は、時戸冷血梅原です。なんかあんまり喋んなそうな、時戸が喋らないと結構きつそうな感じが。あのケスケさんは喋んないんですか。あ、まあケスケさんもいますけど、どうぞ。さあコンボを今確認中です。はい、なんかお互い意思疎通がうまくいかない。さあどうなんでしょうね。まあ逆にね、この対戦もそうですけど、ビジョンのね、どういう風にこうトークが繰り広げられるかっていうか、そっちもね結構僕は気にしちゃってるところなんですけどね。そこは頑張ってくれるでしょう。そう、ビジョンの方ね、もう面白いんだよね、後で見るとね。そうそう、だって冷血さんとかだって初めてだよね。でもこうやってね、結構やっぱり見に来てくれたりとか、そういう人いると面白いですよね。そうですね、なんかいろんな方がこうやって出てきてくれてね、すごいありがたいですよね。はい、生はいつもガマさんの見てるぜって、ガマさん書いてくれてますよ。ありがとうございます。さあ、ちなみにあれか、時戸さんとか梅原くんはこの後終わり次第名古屋に移動ということで、本当に車で来るんですか。はい、あ、そっかそっか、気をつけて来てくださいね。あとバスツアー組んでくれた方々本当にありがとうございます。明日本当に頑張りますんで、明日の NSB も配信、まあ、なるべく行いますので、ぜひお願いいたします。よかったですね、本当にね。さあ、ケイスケさんの方そろそろ始まりそうかな。川さん見てますか。見てますよ。ケイスケさんの方も。ああ、それは無理、それは無理。あ、ですよね、うん、はい。はい、こっちはいいや。なるべく試合中は私チャットの方落としてますので、まあ試合の間はちょっと見るようにしますので、ちょっと軽くしますんでね、お願いします。さあ、ということはもう残り分でこれが終わったら開始ですよ。はい、さあ緊張してきたな。さあ来るぞおめえら。緊張してきたな。緊張してきましたね。
もうね、黒人さんは多分試験の緊張もあるし、私は NSB の緊張もあるし、これからの緊張もあるし、ね、僕の緊張はあんまさほどないんで、まあそれは内緒ということでね。ビジョンは、ビジョン今準備してますんでね、まあそのうち始まると思います。あ、そうですか、はい、さあレディーをしてください。藤田さんレディーをしてください。見えてないかな。あれ電話しよう。おーい、ウリアさん電話。ウリア、ウリアくんね、うわ、7000人、もうそんなみんな本当にありがとうございます。7000人スタート、あーもうすごいな、ウリア誠すげー、この2人。はい、さあスキップして始まりました。さあ始まりますよ。じゃあチャットの方一回落としますね。さあ私の予想ではちなみに長引くほど雨量が有利になるかなって気がします。あ、そうですか。まあ雨量くんのその攻めのキレっていうのが結構スロースターターなんで、はい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 、そうかなって気がします。さあそれではオンラインゴッツガーデン第1回、いよいよ最後の組み合わせ、ウリョとマコトの組み合わせです。皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まった。さあ行きます。ステージはマゴステージ。さあ開幕セースも、さあお互いゲージがない時の攻めも、おっと第3だ、早くも第3だ。さあこかせだ、セービング置いてある、投げが通る。さあ画面端だ、そう簡単に、おっと詐欺飛びから、さあこれはガードした、おっとマイジャンプ中パン。さあこのラウンドはさ、しかしあっと第3だ。まずは雨量ゲージが3本。さあセイスも暴れ、さあ投げがしつこい、ここで思わずセイスも使ってくる、すげえなマジで。さあ第3打、雨量といえばこの強気な選択ね。おっとここで投げを通す。さあ結構ね、さっきセイスを見せる、おっとここで BX バーニング。さあお互い騙し合いでスタート。さあなぜか爪が取れる。さあよし、さあっとお互い騙し合い、怖い、投げてみろよと。さあ細かくつなぐ、おーっとカラジャンプ投げ読みの EX、 セイスモにしゃがみ中パンチ合わせた、多分投げ抜けも兼ねた中パンチかな、多分入ってますね、しゃがみのすごい読みや、ね、あれはお互いすごい騙し合いでスタートしてる。なかなか正の行動を見せない両者。表第3打、さあ2連発、第3打引っ掛けてきた、中盤殴る、中段殺しに行ってる、殴る EX、 セイスも、さあ投げが通る、さあマコトルマン、さあバックステ、あ爪がない、さあ爪ここだよと。さあ EX ここでゲージを使った、セービング置いていた、まだ生きてるか。さあここで、おーっとなんとここで出してきた、なんとお互い騙し合いスタート、投げの投げ潰しの EX エースも散々見せといて、今度は逆に投げに対してウルコン出してきた。これは1試合目から熱いね。
すごいっすね、まさかのパラシ、はい、音が小さい、ちょっと音上げようか、音上げますんで気をつけてください。はい、音上げましたよ。あ、実況の声が小さいらしいですよ。はい、割れて聞こえてる。あ、俺がトークしますね、はい、黒人さんの音量は若干小さく聞こえます。はい、こんな感じでいきますよ。これ OK ですか。はい、はい、どうぞレディオしてください。はい、すごかったですね。さあ、ちょっとまあ全体上げたんで多分これで結構いけると思いますよ、うん。ウリオのね、あのやっぱ攻めっ気の強さ見てて本当こう痺れますね。選択肢最後もだって投げに行きましたもんね、はい。さあ、まずは誠の一勝。あそこでウルコンパナッシュ当たる、この持ってる差が誠さんやっぱできるなと思いましたね。さあ、ステージはウリオにとってのは見づらいステージかな。これは保護色のステージ。おっと、うわ、マジか、それ出るの。これ散々見せてくる。垂直飛び第3弾とかでバケモンじゃん、こいつ。1ラウンド目からこんな、おっと、投げ2連発強気。もう1回いくんじゃない。おっと、ここ投げ抜けの潰しだった。さあ、爪取れた。爪回収しない。回収する、回収。おっと、めくり当たった。いや、めくり当ててかいな。コーパン投げる、どうする、投げておる。おお、素直。さあ、ウリョが1ラウンド目とは逆に結構ね、表のタクを通してきた。そうですね、10試合選手なんでね、結構この辺 2,3 試合様子見みたいな感じで続ける方多いんですけど、逆にウリョ来ます。おっと、わっと2連発、これすげえ減ったな、これ。さあ、これは当然ピオルレベル3、ソバットテラー11。熱いな、これ。熱いですね、これ。うおっ、噛み合った。投げ通る、マイナス2回からあのジャンプ台盤が詐欺飛びっぽいですね。おっと、ミスか。さあ、抜ける。あれがね、グラップですね、大胆。さあ、第3だ。気にしないで、平気にしますね。さあ、この辺の強気がね、本当にウリョくん見てて気持ちいいもんがある。気持ちいいもんですね。おー、出てきますからね、しっかり。しつこい、しつこい。さすがに、さすがに黙れ。抜けた、よく抜けた。ここで騙すんです、さっきのが。あっと、ミスった。なんと遅くない、間に合う。バーストタイム200秒になりました。201でした。たくうまかったんだけどな。でもうまかったですね、遅らせね、投げ抜けされたから2回目の選択肢の遅らせ EX エイスもしっくらったんだけど、セビメス、あのウルコンミスっちゃいましたね。音が小さくなる。ああ、分かった分かった。はい、ゲーム音が小さいみたいですよ。ちょっと待ってくださいね。いやー、そこでミスっちゃう。なんかもしかしてマジかなんて、ちょっとラグっていうか、ウロクとかミス、はい、まあ、まあ大会なんでね、そこがまああると思いますけども。はい、ちょっとスカイプ悪さしてたんで設定変えました。はい、はいはい、ごめんなさい。自動調整さっき切ったつもりが、なんかまたあのね、この間近くに雷落ちてスカイプの設定がなぜか飛んだんですよ。へー、この時期ね、本当に雷で、去年うちも PC1 台変えてますんで、雷皆さん気をつけてくださいね。電源切った方がいいですね、本当ね。雷ほんと怖いですよ、これ。ほんと近くにね落ちてね、 PC1 台死にました。さあ、誠が 2勝でスタート。雷ね、確かにウリョだけにね。え、どういう意味？
や第3打が分かんないさあ誠が今回攻める、うわ一歩投げ無理、さあ下中盤バックステを変われない、さあペースは、さあしつこく投げる、さあ抜けてこいよ抜けてこいよ、さっさと抜けろと言わんばかりの投げ、フェイスもやりてんだと、バーニーもやりてんだって感じですねさあ EX テラー、うまいよ、おっと、うまい、フォロー効いてた、さあどうするこれ削り剣台、さあこれはなんとかいけた、もうそれ、さあでも結構誠も怖かったはず、あれ裏とかワンチャンあれにバストタイプ合わせてきそうだから、前出し2回、さあ殴る、表から投げ、さあちょっと飛びちゃうから中断、さあ大惨だ、出すかそれ、なんだこいつ、ミスはない大丈夫、さあどうする、さあ抜けちゃダメです、中断、それ強い、さあ P 勝ち、さあ売りも乗ってきたな、そろそろエンジンがかかってきた、さあじり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 、おっと早くもお互い、さあ今度ジャンプ出しませんね、これジャンプ中盤 ねなんか練習してきたんでしょうねこれ、 100% 返してますね今のところ、やばい、セイスもここで使う、逆に択、もう一回、次ピヨルぞ、粘る、思い切ってダッシュ、おっとこれ危ない、危ない、さあっとこれはめくりか、めくりこんなの見えねえ、あんな分かるわけねえ、さあ雨量がなんとか勝ちました、さあエンジンしし、ね、これで取り返しですね、はいちょっと待ってください、さあ雨量がこう、はい、こういう風にこう出てきた時にね進化が問われるんでね、はい、今ので音量どうでした、ちょうどよかったかな、念のため確認しておきましょう、若干見てて僕はあんま体力戦い方は分かんないですけど、若干戦い方は似てますね、はい、ます体力の取り方がやっぱ投げ透かしのソバットのテラーやったり、ウリョガーであと投げ透かしの中間やら EXS もやらバーニングとそこら辺で体力を奪っていくっていう、お互いね接近戦が主な体力ダメージなんで見ててすごく面白いんじゃないでしょうか、最後のところにしてもらえるとねどうなるか、いやー見応えあるなこれ、見応えありますね、これお、ちょっと待ってね、俺もたまにはまともなこと言うよみんなね、本当に、さあ始まった、さあ始まった、さあ中盤、さあなかなかタグを見せない、投げて表へと、さあ先に、おっとバックして、うおっと上かい、出さないよこれすごいなこれさ何が見えてんだろうね、すごいですね、何と思って分かったんですかね、あれヒット率がすごいこれねえ、ほとんど梅昇龍レベル間違いない、やばい、3分の3ですよ今んとこ、3分の3やばい、おっとさすがに、画面端に追い詰めてからの
火力でなんとか腕を持っていこうとしてるみたいですね。コーパン、コーパンしつけ。さあ投げる。こっから長い手と長いコーパン、さあ全員すぐ声さあ出してきた。おっと逃がさない。さあさあ掘ってる。おっとここで引っ掛ける。新しくなってどうする。抜ける。さあ早く性質を出せ。さあ誠はそんな気分でしょう。あっと最後逃げジャンプ。間違いない、ゲージ早く使え、ゲージ使えって感じでしたね。さあ投げ抜けも多分兼ねてるでしょう。ジャンプ強パンを多分投げ抜け兼ねながら多分性質も投げもとりあえず一通り。おっと繋がってた。さあしかし EX のミスか。さあこれうまい、つながって4ヒット。あこれ、ね、あさあ起きたい、誠起きたい。おっとテラ当たらない。誠起きたいけど、ガン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 。さすがに生きてるけど削り圏内。さあじゃあこれはさすがにガード。おっとウリョウが追いついた。追いつきましたウリョウ。セットカウントが2-2。これ僕正直今見た感じこれ右翼いくんじゃないですか。いやーまこ、まこともね結構やっぱり警戒し先に警戒し始めちゃってますね。そうですね、結構このゲーム守りのテクニックに入り始めると負けやすいんで、まあ、その右翼のその守りのテクニックにね、まことさんの、ま、こあの守りのテクニックなんか相当なもんじゃないですか実際、うん、それを潰しに行くそのウルフの火力っていうんですか攻撃力が半端ないですね。そうそうそう。さあうまくウリョウをさばけるでしょうか。ここら辺逃さねえからやべえなウリョウマジで。そうガマさんがあのウリョウファンになるの分かる気がします。これねなんか勢いがねなんか出ててすごいですよ。ちょっとすごいわこれ。さあ誠さんはとりあえずまずは1回ね勝ってペースを握りたい。そうするとねだいぶ展開が変わってくると思いますのでまずは勝ちたい。ウリョのペースを止められるでしょうか。試合は早くも5試合目。ガード。さあ開幕成立も打ってきてますからね。おお垂直。これなあのバーニング。さあスライディング。おっと第3打。もう第3打見せんのあれやばいだろウリョウ。さあバックステ勝った。抜けてからここも。おっとバックステかな今の2連発。さあ誠は前捨ての。さあおっとこれ入んのかい。初めて見た。これは誠さあ見せてきた。さあ早くも見せてきた5試合目。ここでペースを握り返したいと見たか誠。セイスもこれは一体。さあ一気に半分です。さあ投げとか。さあめじどくさいこれは。さあコパンコパンつながったんですが、あっと抜けきおっと噛み合わないテラー愛知初めてガーサルだ。それ仕込んでやる。さあさあこれはワンチャン来るよ。逃げるだけ。あったない。なんとギリギリ羽に中足が刺さります。さあ孫とはこのセットはなんとか取りたいと思ってるでしょう。第3打。さあめくってます。めくってる。とりあえず起きたい起きたい起きたい。さあとりあえずさあっとさあ抜けられたけれどこれだけ減っちゃった。しつけさあウリョが3連勝。
いやスカシ中弾っていうか汚くないですかあれ、バイパー、 あれ強いね、あれどうしようもないですよね、あれ汚いんですけどね、あれずるい。さあ誠、ここで使ってきたソバットウルコンがなかなか、それが勝ち星につながらなかったですね。これ結構どうするか、ソバットを当ててから投げとバックダッシュの2択をかけている誠側に対して、ウレは両対応の垂直ジャンプを起き出しましたね。そうそうそう、これね、騙し合いが面白いです、これ本当に。さあそこでソバットからテラー打ち切る誠が見てえな、テラー誠も誠でこのね、ソバットでウルコンまでつながるって、その、ね、ダメージのデカさを見てたんで、そうですね、そう簡単に聖スマ打たせねえぞっていうあれになってますからね。ですよね、多分ね。さあどうするでしょう、そこのタクまで見せたのにウリョガの連勝を止められなかった誠。さあなんとか止めたい、大キック。さあ5秒で半分、さあ投げた、こいつやばい、なんであれがパイク出るんだ、どうやってやってるんだあれ。抜ける、おっと何の誘いだ、うわこれは入った。さあ見せてきた、ここは見逃さねえ誠。さあバーニングでタイミングずらせるのにきちんと出せる。さあこのラウンド取りたいよ、わあなあやばいこれ、よーっちょこれは今のはちょっと誠さん心折れたんじゃないでしょうか。これはねきついね、完全に誠リードだった流れをウルコン一発、やばい、騒ぎすぎて怒られました。気をつけてください、やっぱガマさん家なんでね。俺が結構その分頑張りますね。今の一戦なえるぞ誠、どうする誠、おーダイパーさん繋いでくる、あれ EX 制すもも潰しますからね、第3以外それも EX ダイパー、おーカウンターヒット、何をするのか、さあ誠カンガード、もう一発死にますよ、 EX 制すもで死にます、厚めが取りたい、三角しっかり体育見えてる、どうする、さあ誠取りたいよ、でもさっきのあったから怖い、おいいつオブムはっきり、さっき歩いて移動投げと水上げて中足をやったところを中段に来ましたね、歩いて中段、これどんだけ怖い中段なんだと、足首直してる、さあ画面端だ。表かい、表です、つながる、さあパナして、さあ位置入れ替えだ、さあ誠ここ大事にしたい、さあウリョ引っかからない、さあ残さない、バックして勝った、さあもう一回逃げてみろよと、さあ一回蹴れる、今第三読みでしたね、完全な、うまかったのに、さあ投げが通る、起きろ、バックして勝った、さあ誠読みは良かったんですが、そこに合わせてくるタクのダメージの取り方がすごい、ウリョ、そうですね、あのバイパーの方がこれ火力高いっぽいですね、これで今のウルコやばい、あれ折れるでしょ。折れますよね、さっきだってパナシー食らって折れてるし、今の逆転負けもかなり痛かったですよね、痛いな、これ誠が慣れてないですかね、そこがね、ナイアツに頑張ってもらいたい、名前欄にウリョってなかったら結構ね、ダイパーモノですね、あれなんでパラすんだよみたいな、そうですよね、ウリョだからこそ信用したのにみたいな、あれはきつい。2連敗からの4連勝、確かにこれは精神的に効ける、
ポジティブにいけば2連勝していたっていうのがね、逆に相手も同じ立場だったっていうのが、ね、相手にできるんだったら俺でもできるだろうとポジティブに考えて誠さん頑張ってもらいたい。さあ誠、タクは当たっているぞ。しかし雨量の火力が高い。高い、一点読みが半端ない。画面端に行ってはダメだ。そう、この雨量は強気な選択肢、これが雨量。他のバイパーと大きく違うのがこの強気さ。さあ、フォアが散りばめましたね。もっとこうパンコパンしつけ、相手の動きを止めようとしてる。さあ、足引っかかった。ハメがたまんなかった。しつけーなー。さあ、一回これは逃げるだけ。逃げるためか。おお、そういう感じでも使えるのか。すごい。あれ、性質も届かないですね。確かに画面端に行かなければ。おっと、当たんない。負けはないですからね。うわーって空中だ。逃したくない。ダイさん追いつけた。しっかり見せてくれ。やべね。いや、ダイさん。第3でよかったね。投げスカイ見て第3越してますよ。さあ何やってくるか分かんねえこのバイパー。危ねえ。ある意味第3でよかった。さあ小技、そうそう小技ちりばめて。うわっ、これはちょっと、ちょっときついですか。さあ、まあ、こうおっとおっと、ちょっと待ってテラ、じゃあそばと俺を、まあ、歩き5番歩き。おっと、セイスもテラーでファースト。さあ、このサンダーの後の余裕、マットジャンプチューパン。あー、さあ、これは仮面取ってダメージアップ。あ、仮面取るとダメージアップなんですか。そう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 。さあ、仮面取った分でまだ、しかしまだ生きてる。やめてさあ、ダンス、もう声超声、ダメ、仮面があんまり声出さない。よっしゃー。さあ、ここで仮面取り。さすが。仮面取ると、あ、防御力どれぐらい下がるんですか。防御力結構下がる。 1.25 だっけ。仮面でなん、いくつだっけ、110だっけ。 かなり下がりますね。結構上がるはず。そうだね、 110% でいいんだ。危ないな、あれ。すごいな、わかんし、とっさの判断力が さすが誠でしたね。あそこで仮面取ってから飛びからウルコンね、素晴らしいね、あの選択は。確かにすごい、うまかった。さあ、あそこまでね、投げスカリに大サンダーとかやら、えってか、ね、絶対切れてるはずですからね、誠がね。こいつ誰だよって言ってね、まあ、売り場なんですけど。そこに対して合わせてきました。間違いない、さすが誠。さあ、これで8試合目ですか。これ8試合目。さあ、でもね、あの誠側の、ね、小技がね、なんとか雨量をピシピシ止めてる。そこがちょっと構想してきたんじゃないですかね。雨量はどうそれを処理するか、そうですね、見ものですね。雨量が若干コパン嫌がってますね。嫌がってますね、あの早い開け前でのコパンと中盤の連打を。そこに対して飛びを合わせて強度するのかな。だってな。さあ、誠逃がさない。もう一丁。さあ、飛びよ。おっと、裏だ。さあ、テラー。バックスして、その小技に対して飛ぶ位置を、飛ぶ間合いを作ろうとしているところを、ソバットで逃がしませんでしたね。いやー、おっと。さあ、とりあえず雨量の選択、雨量の攻めに始まる前に殺し切った1ラウンド目。2ラウンド目もなんとか殺し切りたいんですが、ゲージは2本。さあ、強気に強気にチャンダイク投げ仕込んで、でも投げ連でしたよ今。うわ、出してきた、めんどくさい。ありがとよ、やりすぎた。さあ、仮面端勝負仕掛けるか。仕掛けない。逃げるための EX ですね。さあ、引っかからない。さあ、チクチク、あっと、やってしまった。あー、ウルコン見えてる量、さすが。さあ、
細かいミスを見逃さない EX のバルセロナ、勝ったらウルコンまでつながります。これはさあ、しかし誠もなんとか取り返したい。おっ、いやっとミスってしまった。しっかり見てる、ガードしている。なんと勝ったのはウリョウ、リードが2、リードが2に変わりました。いや、ウリョウのポテンシャルの強さだろうな。その攻守の切り替えが早すぎて、もう第3打を見せてからなんとかその攻守の切り替えをしっかりしてますからね。すごいな、相手にターンを取らせてからまたすぐ取り返す第3打、あれがな、誠が絶対切れてるだろうなあの第3打、大パンもんですよね、あれ。大パン第3打ですよね、あれ。ウリョの第3弾、これ何回ヒットしてんだろうね。ヒット率が欲しいよね、これね。おかしいですよねこれ、おかしいこれいやー、これはたまらん。いや、すごい。ただね、あのリュウアーもね、あの EX バルセロナのぶっ放しがあるんで、うかつに前に歩けないっていうのはちょっとありましたねただ EX のバルセロナぶっ放してくれれば、こっちもね、それ読んでればまあ、EX の生産も入るから、そこからウルコンつながる、ダメージ出しはできるしね。多分その辺の騙し合いはしてると思いますね。さっき見事に騙されましたね、誠さんはね。あのウリョウ側が攻めなきゃいけない体力で、で誠側が来るだろうって言って置いた、離したバルセロナをしっかりガードして逆転しましたからねパック技に切り替えてます。さあ、これで痛い。飛び防止の中キック飛べちゃう。さあ、展開としてはおおよそ私が予想した通りいいかな。誠さんが最初ペースを握ってたんですが、ウリョウさんがでもそれ以上に速いところでエンジンがかかってきた。そうですね、中キック超えている。表かい、あれ表です。投げ、あんだけバーニング見せたら無理だろ。さあ、めんどくさいなこれめんどくせーこれ表と裏と投げとバックステ狩りのバーニング全部単発なんですよね。全部当てましたね。さあ、この辺のタク、俺には当たる自信があると思わんばかりの強気な選択。さあ、細かくダメージつなぐ。さあ、ピヨッタレベル3からソバットテラー、さあ、しっかり決めてくれ。さあ、次のラウンド、ウリョウ、マコトは取りたい。でもね、今ウリョウね、なんかソバとわざと食らってるような気がしましたね。さあ、そこがどう出るでしょう。あっと、ソバットに合わせてきたぞ。さあ、ソバット出せよと、ソバット出せよと。さあ、しかし今度はそれに対してコパンに切り替えてきた。さあ、誠も切り替え早いですね。細かいね、小技を出してるだけに見えますけど、上級者はそこまでおそらく読んでるでしょう。表裏タク裏です。大きろ、さあ離してくれ、離してきます。切り替えじゃ早い、初めて読めた。でかい、これはでかい。さあ、取りたい。2連発強気、強気。今のもしかして表ですか裏ですか。いや、表でしょ、さすがに。あ、表ですか。めくりに見えたんですけどね。分からんけど、めくれるのあれ。いや、分かんないですよ。めくれるとは聞いたことないな。どうなんだろう、アクス読み、めくり、どうなんでしょうね。まあ、とりあえずすごかったっすね。さあ、まこと話しません。そのウリョウ側のあれですね、あのワロとソバット食らったっていうのは、ワロと食らって第3ラウンド目にそのソバットに対して仕掛けてやろうって言ったところ、誠はしっかりそこ冷静に小技連打でしたね。そうそう、この切り替えが早い早い、騙し合いがね、相手の必ず1枚上手をいくっていう、素晴らしい。さあ、勝負はちょうどど真ん中、10試合目ですWe'll be the last warrior standing.
ミクリはタイミング違い、ミクれるみたいですね。遅いからちょっと面倒くさそうだね。でもはい、多分だから誠さんしか使えないとかそんな感じでしょうね。多分難しいんですよね。なるほどね。すごいね、あんな最後の1ギガと強いんでしょうね、多分ね。ガラザータだって EX エースもからウルコン食らっちゃうから。さあ、ど真ん中の試合、誠はようやく握ったペース。掴みたい。さあ、出た、出たんだ。第3打、またやった。これスター奪われたらすぐ第3擦りますよ、こいとりあえず、近づきたい。さあ、遅らせ、バーニング。歩いて中キック、仮面が欲しい。押してる。中断。絶対やめない第3打だな、本当に。しゃがみで止める。さあ、ここは細かくつないできます。落ちません。これガードしてた。怪しい。パーシブ。おっと。さあ、逃がさねえ。わーっと、ここでやってしまった。石ためも兼ねて。さあ、1-1です。さあ、配信が止まるかもしれないので F5 を押してくださいね、止まった方は。おっと、さあ、画面端。取らせない。めくっている。うっ、中だ。おっと、逃げ切る。おっと、危ねえ。うまい、誠。また中パン。そばっと。さあ、ここでも、ね、テイストもこうすんのかい。さあ、どうするんだ。きた、これ、中だ。さあ、あーっと、怒られると思ってギリギリ我慢しました。我慢さん、星並びましたよ、誠。いやー、まことさっきのラウンドよく通りたって感じですね。ですね、気合の中断でしたね。第3、2連発とかされてたもんで、ね、本当に切れていいんですけどね、あれ切れるでしょ。絶対切れますよね。だい絶対レバー2個ぐらいでいきますよね、あれ絶対やってたら。いや、すげえ、マジでやばいな、これ。ほんとすげえ。ただね、第3打ウリゴラからすると多分体力がないんで、第3打をやめると相手のその択をね、延々とかけ続けられるってことで誘導され続けちゃうんで、多分それをさせないためのあの強気の第3打なんでしょうね。しかもこっちが攻めてる時だからね、なんか守っててそのね、怖えなーっていう逆に痛くの第3打じゃなくて、そう、攻めなんですよね、あいつね。お前有利で第3使うのみたいな。逃がさねえぞっていう感じですよね。はい、ちょん、飛んじゃダメみたいな。あんな使い方だったとすげえな。さあ、並びました、ぴったり。先に残り5勝した方が勝利。先端ガード何も入らない。あっと、騙し合い。中断。さあ、抜けている。さあ、引っかかった。さあ、バクセ。おっと、あ、バクセ抜けれるんだ、あれ。うまい。おおおおおっと、前ジャンプ中断。さあ、これは誠が逆にペース、おっと、ワイスって使ってきた。
さあ誠が今度はペースを握ってきたのか。さあお互い攻める攻める。あーしっかりガードが入りましたね両側から。さあ止めた、ソーバット来んなとばかりにストレート、まあ、入るわけないですね。さあおーっとやっべえやべえ。さあこんだけ攻めておいて、いやっとここで通してくる。うわちやばい。お互いタックが強い。さあここを前して離さない、誠が攻める。ウリョに攻められるぐらいなら自分で攻めると。痛い、終わった、ここで引っかかる。さあしかしまだ死ね、死にませんねこれは。さあここをしのげるかどうか。表ガード式は大惨だ。ウリョが攻める、大惨だ、やばい。これはたまんねえ。すげえ、あそっから逆りましたよこれ。第3弾トラウマになるよこれ。トラウマになりますねこれね。夢出ますねこの第3。これはやばい、これはやばいわ。これは来てるな、すげえな。さあもう半分ちょい過ぎたところ、もうかなりお腹いっぱいなんですけどね。もうお腹いっぱいですね。もうやめますかこれ。あれ、もういいっすけどね。国人さんは今日使っ、今日買った機材使ってるのかな。マイクですか。はい、いや、あの違います、はい、結局買いませんでした。そうそう、今日ね、たまたまあの機材取りに大須に行ったら国人さんがPC ショップの前にあるってて、本当に偶然あったんですよね。黒人の画面止まってる、なんでなんですかね。あ、そういや黒人さん止まってんな。いや俺全然動いてる、俺共有しないよ、大丈夫だよ。いやまあまあ、でもそれはそれで面白いんでいいです。さあテラ、さすがにガードし始めた。なめんなと。はい、やりすぎだ。うわった。さあ、性質も潰し。いいおります。さあ、マコトがペースを握ってきたか。さあ、中距離ティールスは第13だ、13だ、13だ、3連発。厚めが逆がいった。ちょっと取った。さあ、そして画面端に追い込んだ誠。ここを大事にいきたい。歩いてしまう。まだ第3だ。守りの EX エースも。マジか。マジか。あのタイミングか。さあ、あってら。垂直じゃ無理だった。うおすげえ。さあすげえ。やった。さあ並びましたよ。また並びましたね。小藤さん、スカイプの、はい、さっき押してもらったビデオオンにするってボタン押して、一回オフにしてもう一回始めてもらっていいですか。はい、わかりました。オンオフ。いや並んだか。これでどうでしょうか。多分そのうち始まるのかな。これで始まらないな。黒人さん消えちゃった。消えちゃいました。もう一回押して。もう一回押しました。まあとりあえずそのうち打つんでしょ。まあ俺なんか気にせんとね。
とりあえずメス出るから映しとけばいいわ。そうですね、はい。あ、なんか変なになってたな。ちょっと待ってくださいね。ここ、はい。どうでしょうか。まあ、メツ出るから映しとけばいい。間違いない。はい。さあ投げが通った。さあ誠がペースを握ってるぞ。これはさあ腕はちょっと疲れてきたかな。さあソバット、さあ沖が入りました。あれ黒人さん聞こえてます？はい、聞こえてます、大丈夫です。ベースボール。さあ上が通る。うお、めくり。めくり。さあこの体力さ。さあじゃあ大中継。蹴った。うえ。あー誘い、サンダーフェイント引っかか、見事釣りがうまいこといきましたね。ですね、先ほどからなんか今日ね、ユーストリーム調子が悪いみたいなんで、F5 押すと見れなくなる可能性がありますので気をつけてください。 F5 押すと見れなくなる可能性あるので、まあ、その時はビジョンのところとか、まあ他の配信、坂本さんのところとかで配信してますので、ぜひこちらでも、はい、お願いします。 F5 注意です。楽々行ってしまう。あなたが、これはいい方向に行くんじゃないか。すげえガード、やばい。うお、見てから、さあとガード、ガイサンダーガードか、分かってる。誠中断。いやーすげえ、今誠3回ガードしましたね。今のでアイサンダーガードして、そしてさすがに打てなくなったところ中断でしたね。最後に間髪入れずに、いやーお見事。さあこれで誠が勝ち越しました。無料撮影始まんないですね。ちょっと待ってくださいね。先ほどからなんか誰だか知らない人が勝手にスカイプコンタクトつなげてきて、通話つなげてきてて、かなり切れそうです。誰だ、そういうことやめてくださいよ。ちょっと本当にそういうのはやめてくださいね、配信中なんで。ブロック。いやーすっげー汗かいた今の試合。やばかったっすね。あー息ができん。さあ誠が先に7勝、雨量は6勝。ここで誠が取り返します。うっ、強気に。さあ第3打、今度は守りで第3打。さあ誠がリードし始めた。誠が先ほどとまでと打って変わっているのが明らかに、前に歩く量。さあ高く攻める誠、先ほどとは逆の展開。明らかに雨量が嫌がっているのが分かる。さあここで仕掛けてきた。あれもめくり、いや表っぽかったな今。
さあチク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 さあスイピクチクしても第3弾なんで大成長逃がされ逃がされ逃がされそこ飛んでんのお前はいやっさあうわっとああ動くのフォローが効いてないクさん取れなかった早い展開がナゲが通るうわぁおっと第3第1か第1が通るリーチ内で第3打つと思わんからなおっと画面ありまーすまだ生きてるさあ雨量うわぁガードした逃がさない生きてるぞ雨量もそう簡単にはいけねえこれはやべえうおー歩きはじはじから歩きおお俺と見せかけてやべどっちだ我慢しろ俺どおおやべえいややべえ中和あの爪取ると見せかけて EX やばいっすねやべえ俺は必死声出すの必死に我慢したもんこれ出るだろこれそんで最後中段がブラフで EX バルセロナ EX テラーのブファジーやっばいなこれ、まあ、中段重ねミスだったかもしれないけどそこしっかりテラー溜めてたのかね最後まで諦めてなかった息を吸ってた誠すげえガマさんこれはいすごいっすねこれこれねめっちゃトイレ行きたくなりました今のでこれすごいしか言えないんですけどいやーっぱいなこれさあリードがしかも誠2に変わりましたこれやばいな雨量はそろそろねえあと2本なんで負けたらリーチがかかっちゃうんでもう行くしかない間違いないもうこれがねここ取られたらすごく痛いですかね雨量側はさあ行きましょう試合は14-15試合目さあ抜けました投げは抜けてる上を取るおっと EX エイスも潰したさあ先ほどから雨量の攻めが誠の卓に潰されているうりょうはちょっと気持ちの切り替えが必要かこれはさあ終始第3弾をもらっても冷静だった誠に対してさあうりょうも同じように冷静になれるでしょうか第3仕掛けてくるうおっ中断めくりガードさあ見えてきているさすがに見えないうわっとそう簡単にタクは通しませんめくりをガードされてから表と見せかけてそのバク転を許さないというさすがウリョさあ投げを取るうっせろ逃げジャンプ大パン前出しか投げソバット私前出しなぜあーかかった引っかかる遅らせしっかり曲がってるさあ声いや中断逃げジャンプ大パンマコトリーチうわこれすごいっすね読みのレベル高いこのペースでやってんもんねてかマコトすげえ強えな
正直ね、途中からすごかったじゃないですか、ウリョ君が。はい。これでもう正直誠さんもちょっと萎えててもう無理なんじゃないかなと思ってたんですよ。終始ね、そこでも冷静になってたので、ちょっとね、まあ武力が逆にやりづらかったのかもしれないですね。そうですね。で今になってもう誠さんが確実に今第3と EXA 様の出所完全に分かってる感じでそばと出してるん でしかも逆に武力がこの誠さんの攻めをさばききれないんで。そうですね。さあこれは3本分差はついてるけれども、かなり大きいポイント差と思っていいでしょう。そして誠はさあセットになりました。さあここで雨量がそのソバット対策ですね、それができればいけると思うんですが、でも雨量だと早くいけるでしょう。さあ誠は開幕のローリングフラッシュ、さあ第3置いてきた。さあトン投げが通る。さあ上田です。さあ守る、ウリョ守る、さあウリョも攻めてほしい。めくりっぽい、これはさすがに落ち着いている。さあ誠ついにマッチポイント、マッチポイント、ウリョ頑張れ。さあ中継角の投進、さあウリョも強気にいってほしい。逃げるぞ、ピオリオリ第3弾ガード13弾スイッチされてる。あーっと最後でここで捕まえた。勝ったのは誠さんです。セットカウント10対6。おめでとうございます。すごかった。はい、じゃあもう一度改めまして、誠さん10本と、ウリョさん6試合ということで、両者に、本当に、ね、勝った誠さんにも、負けたけれどもいい勝負してくれたウリョさんにも、拍手のコメントをお願いいたします。おめでとうございます。いやー、いい試合だった。いい試合だなこれ、すっげーわこれ、パナイ16か。言葉ないですね。いやすごい、言葉ないですねこれ。いやーとてかハートが強かったんでしょうね、誠さんの方は。そうそうそう、ハートが強い。僕の画面出ませんね。まあ全然画面さんにいいんですけど。いやまあ滅出るからにしておきますよ、とりあえず。滅出るからにしておいてください。おっと間違えた。はい、これでですね、以上で、1回戦の試合がすべて終わりましたので、月曜日にまた抽選の方を、順番決めの抽選の方を行いまして試合したいんですけれども、実は来週の8日からもうあれなんだよね、梅原君たちゴッツガーデン行っちゃいますんで。ゴッツガーデン、あ、ゴッツガーデン、エボリューション、はい、行っちゃいますんで、再来週のゴッツガーデンの時に、じゃあゴッツガーデンじゃない、カオ TV の時に、組み合わせ抽選して、拒否権とかなんだかんだで言って決めた組み合わせの方が発表できると思います。はい、なのでちょっと2週間ぐらいまた空いちゃうんですけれども、まあ、その間も、まあ、明日の NSB とあとゴッエボリューションありますんでね。そうですね、はい、本当楽しめると思います。いやーすごかったっすね今日は。振り返ってみてどうでしたか、黒人さん。僕はもう正直その最初誠さんがね2連勝して、その後その宇良くんの4連勝ですか、5連勝まで来てましたっけ。いや4連勝ですね。
4連勝ですね。で、そこで、で、4連勝の後1対1ってこと取ったり取られたりだったじゃないですか。はい、でも必ず宇良くんの方が絶対星が上がってて、あ、これこのまま行くんじゃないかなって正直思ったんですよね。誠さんがの方がちょっと宇良くんのその、サンダーと EX エイスもの話どころをこう掴めないような感じだったんで、はい、そこをきっちり最後一気にまくってきましたね。もうここだっていう一点読みで、うん、セイスモリ全部そばって頭したからね。誠さんのハートですよね。あんだけパナされてもまだ崩れない強い心がすごかったです。ちょっと誠さん電話してみましょうかね。はい、お願いします。いや、ウリョ君も強かったんでしょうけどね、強かったんですけどね、ソバットがね。あ、もしもし、お疲れ様でした。今日は来ました。はい、今日の試合振り返ってどうでした？ちょっと待って、聞こえるかな。ちょっと喋ってもらっていいですか？あ、もう一回喋ってください。あ、聞こえますか？聞こえますよ。あ、聞こえるらしいです。はい、ちょっと本物ミスがひどくて、売り込みもなかなか出せなかったんですけど、バックジャンプダイパンがダイパー戦で結構使えることが分かってたので、中盤にいっぱい使ってそれに当たってくれて勝ちましたっていう感じです。はい、はい、まあ本当にね、最初ね、ウル君のペースで始まって、その後誠さんの振り返り、あ、逆か、あれ、ちょっと待って、あ、最初あれだね、誠さんが取って、そこからウル君が連勝したんですよね。そうですね、2勝4敗とかになって、ウィナーっていうことになって、でも、なんか知らないけど、いい勝負ができるようになって、うん、割と泥試合になったら、ワイパー戦は火力差で結構勝てたりするから、はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待って、はい、あ、はい、どうぞ。まあ、自分の中では接戦を制するか、ひどい采配をするかのどっちかだったんですけど、まあ、接戦を制した感じでした。あ、はい、ありがとうございます。はい、あのね、結構ね、しびれたのが、第3打結構もらいまくった後に、はい、亀、あ、ウルコンが、ウリョ君のウルコン外れた後に仮面を取ってから飛び決めたじゃないですか。逆です、仮面を外して、あ、じゃあ仮面外してから決めたじゃないですか、はい、あそこ落ち着いてるなと思って。あれ、サンセビよりもちょっとだけ減るんですか、あっちの方が。あー、なるほどね。もうバイパー戦はそんなにゲージいっぱいいらないからっていうことで。いや、あれかっこよかったです、本当は。 ありがとうございます。じゃあまたちょっとしばらく空いちゃいますけど、また2回戦期待してますので、はい、頑張ってください。ちなみに2回戦誰と戦いたいとかありますか？まあ、ダルシムですけど。ダルシム、もちさん。はいですね、はい、はい、まあかなり私事なんですけど、はい、奥さんが臨月に入りまして。 おめでとうございます。あ、おめでとうございます。でこう勝ち進んでいくごとに、いろんなものを犠牲にしないといけないかもしれないっていう思っています。はい、いや、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、奥さんにも本当に申し訳ないですけど、よろしく伝えてください。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そしておめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、はい、サプライズでした。おめでとうでしたね。おめでとうで2個意味がありましたね。まさかここで臨月。おめでたや。おめでたや。おめでたやでしたね。いやー、ということで、うん、長かった1試合目終わりましたけれど、黒人さんも明日現実に帰りますと試験を。そうですね、はい、なんかブルーになりますけど。でも試験終わったらね、僕すぐ速攻 NSB 行こうと思ってるんで。あ、よろしくお願いします。それが絶対楽しみなんで、まあ、なんとか試験の方はね、もうちょっと済まして。、はい、本当はそっち本番なんですけどね。
はい、私の方もちょっと今からちょっといろいろ準備しなきゃいけないんですけど、ちょっとまた再三宣伝で申し訳ないんですけども、明日第15回名古屋ストリートバトル、ウィンク愛知会場を使ったイベントがあります。NSB のブログの方で、配信を行う場合は、そちらの方に貼る予定です。ぜひ、配信の方を見ていただいたり、近くの方来てください。ただあまり来すぎると今度は、できない可能性があります。入場規制せざるを得ない時がありますので、そこだけちょっとご了承いただきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ、まあ、とりあえずね、これから、多分ビジョンもこれから移動するのかな、みんな。そうでしょうね、多分ね、はい、うん、という形だと思いますので、本当に車で来る方、皆さん気をつけてくださいね。はい、以上ね、雨が結構降ってましたからね。はい、はい、という感じです。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、終わりにしたいと思います。じゃあ本当に今日は黒人さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあこの後も明日の NSB、 来週のエボリューション、お楽しみにお待ちください。じゃあ本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。